栄心アポロンは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。馬名は、冠無理名の、栄心と、ギリシア神話に登場する、太陽神、アポロンより、主な勝ち倉は2011年のマイルチャンピオンシップ。2009年8月2日、小倉競馬場、芝1800メートルの新馬戦に、小牧太子を安状に迎えて、デビュー、落馬した馬の煽りを受けて、 外に大きく振られた振りもあって1着から0.8秒差の5着に敗れる。その後8月22日の未勝利戦に出走初初勝利を挙げた。9月20日のノジキクステークスで5着に敗れた後、10月17日のデイリーハイ2歳ステークスで池添健一に乗り換わって出走する。レースでは先行して直線粘ったがリリルにゴール前刺されて首差の2着に敗れる。 その後、11月14日 KO 杯2サイステイクスに出走すると、直線で大外からよく伸びて先行馬を差し切り、追い込んだアニメートバイオに一馬身1、4の差をつけて、重傷初制覇をした。そして12月20日、J イ・プニーの朝日杯フューチュリティステイクスに出走。レースでは先行馬の直後につける位置取りで進め、直線うまく、外から伸びて先頭に立ったが、 ゴール手前100メートルで、ローズキングダムに差し切られ2着に敗れた。2010年は3月7日のやよい賞から始動。道中3位4番手でレース。続く、サツキ賞では、中段で待機したが、直線では全く伸びず11着に敗れた。続く、NHK マイルカップでも、同様の競馬で9着に終わった。秋初戦となった毎日王冠では、早め。 戦闘に立ち粘り込みを図るも、ゴール寸前で、同じ3歳馬のアリゼオに花ささし切られ2着に、敗れた。続く、天皇賞では、中段追走も、直線で、ジャガーメールに走行妨害され、18入戦の17着に、終わった。マイル CS2011 年6月に、岡大直球舎から松永正宏球舎に天馬やし、 10月9日の毎日王冠で復帰し4着。続く、富士ステークスでは、道中中段の外を追走すると直線でしぶぶとく、足を伸ばし、先に抜け出したアプリコットフィズとの競り合いを制止重傷2勝目を挙げた。マイルチャンピオンシップでは、道中行為を追走すると、直線で一緒に抜け出したフィフスペトルとの叩き合いを首誘いして、GI 初制覇を飾った。 2月11日、ドバイデューティーフリーに選出され、正体を受諾したものの、出走を回避した。4月22日のマイラーズカップから始動したが、後一一走も失速し14着に終わった。6月3日の安田記念は3番手でレースを進めたが、直線で失速し15着に敗れた。毎日王冠は直線のビズ12着、スワンステークスも後位につきながら14着に敗れた。 マイルチャンピオンシップでも14着に敗れ、この競争を最後に引退、レックススタッドで種ボバとなる。主な3区、編集以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。